あ、こんにちは、じゅんちゃんです。あ、こんにちは。本日もですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあったので、魔法使いの学校を開講してまいります。イエーイ。はい、ではですね、ちょっと今日もね、お伝えしたいことがあったので動画撮ることにしたんですけど、それは一体どんなお話かというと、今の現状っていうものを早めにちょっと変えたいっていう方々向けのお話になってくるんですけど、それは一体何かっていうと、今のその自分の中にあるその願いってあるじゃないですか。お一人お一人がその持ってる願いって違うと思うんですけど、なんかもうちょっとその健康面がこうなったらいいなって思いがあったり、あとはじゃあ恋愛面がこういう風になったらいいなとか、そういう思いがあったり、なんか自分自身がこういうところに進学できたらいいなって思いがあったり、本当に一人一人がそこに対してのその願いは違うと思うんですけど、ぜひその願いっていうものを叶えることに長けている神様であったりだとか、工事の存在っていうものを特定して名前呼んであげてほしいんです。ちょっとそれだけやってみて。ちょっとね、なんていうか、私ちょっとあまりにも自分が自然に今までやってきちゃってたものだったから、皆さんにちゃんと言ってなかったかなと思ったんで動画を撮ることにしたんですけど、自分自身が例えばじゃあ恋愛面がこういう風になったらいいなって思いがある時には、やっぱりじゃあその自分の波動っていうものを持って、それが叶った時の自分として生きるとか、そのオーダー出しながらね、こう過ごしてもらうとか、いろいろやってもらったらいいかなと思うんですけど、それにプラスしてやっぱりそのじゃあ恋愛っていうものを変えたい方々は、その恋愛っていうものを好転させていくっていうことがすごく得意な高次元の存在と信頼関係を築いておくってすごく大切なんですよ。なので今のこのってとってもね、ありがたい時代になりましたから、今もうネットでそういうのってすぐ調べられるじゃん。だから例えば恋愛神様っていう感じで入れたりだとか、恋愛ご利益神社とか入れたりだとか、何でもいいんですけど、恋愛高次元の存在とか、なんか恋愛大天使とかって入れたりとかすると、その存在たちの名前が出てきますよね。でその中で、あ、この人かもって思った人です、あ、この人かもって一瞬あって思った この人、人じゃないや、間違えた、人ではない、でもそう、その存在です。その方の名前を呼ぶっていうこと、ちゃんとねちょっとやってみてほしいの。これやるだけで中で本当変なことが起こり始めますから、その流れが。名前呼んでくれれば、自分が自分ですねっていうのが分かるわけじゃないですか、人間も。でそしてしかもここをこういう風にしたいんですっていう風な願いがあるんだってことをちゃんと言葉を上げることができれば、あ、そうなんだ、私の得意分野だから分かった、じゃあ一緒に頑張ろうねってちゃんとイエスとしか答えないですから、宇宙の存在はイエスとしか答えないですからね。だから私はこういう風な展開を作りたいんで、ぜひサポートをよろしくお願いしますっていう感じで、その存在を特定して名前をしっかりと伝えていくっていうこと、ちょっとね皆さんこれやってみてください。だからなんか高次元の存在で、本当アセンテッドマスターっていう方がいたり、日本の神様がいらっしゃったり、本当に世界各地の神様がいらっしゃったりだとか、本当にさまざまな存在がいらっしゃると思うんですけれども、そのたくさんのその存在もやっぱり自分自身のその得意分野があり不得意分野がありっていうのは、本当に人間と同じようにそれがあって、得意分野に関してをなんか自分の名前を呼ばれて、そこをこうやってお願いして、なんだ、一緒に作り上げるのをお願いしたいんですっていうことを言ってくれれば、あ、分かったよっていう風にちゃんと答えてくれるんで、ぜひねちょっとそれをやってみてください。今までねすでにもうできてたっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、おそらくこのお話を聞いてるってことは、多分他の工事の存在で多分名前呼ばれたがってる方がいらっしゃると思うんで、ちょっと調べてみてほしいです。だからなんか私で言うと、例えばなんか自分自身が、私は日本の神様が大好きなんで、自分のじゃあ商売繁盛っていうところをお願いする時には、例えば一木島姫っていう神様に声かけてみたり、
うん、こういうのって難しく考えないことが大切ですからね。しっかりやらなきゃとかそういうことじゃなくて、自分自身の波動っていうものが宇宙の波動と同調していればいいだけなんで、宇宙の波動っていうのは愛そのものですよね。だから自分自身がこうやって、つながってくるなんて嬉しいな、でも本当にありがたいなっていうような、その感情だけ保っててくれれば、これは宇宙の存在としっかりと同調しているっていう状態になるんで、うん、その中で一木島姫さん、私は今こういう風なビジネスでこういう風な展開を作ろうと思ってるから、ぜひあのここからの展開サポートよろしくお願いしますっていう感じで言葉をあげるんですよ、うん、で それもちゃんと言っておきながら、自分自身が今できる行動をしていったりだとか、自分の日頃の波動を高めておくっていうことをあのやったりとかするんですけど、うん、だからなんか私がその結婚するっていう時に一番声かけてたのはこの花咲く夜姫、うん、とか、あとはそうだな、あの自分自身のちょっと気持ちが落ちちゃって、ちょっとなんか自分のその なんとなくこうどんよりしちゃってるこの気っていうものを払ってもらいたいなっていう時には、私は瀬織津姫とかねに声かけたりしますけど、うん、本当にこういうのは難しく考えないことが大切です、うん、自分の今ある悩みっていうものに対して何かこう特化している神様いるのかなってこう調べてみて、で、あ、もしかしてこの方っていう方ですから、その方、うん、でそしたらその、あ、多分この方だなっていう感じの方が分かったら、その方のお名前をちゃんと呼んで、あのそう、まあ、お名前を呼ぶ前にまず自分自身がわー、つながってくれるなんて嬉しいなって、は本当にありがたいっていう、この宇宙の波動ですね、感謝の波動、うん、わー本当に嬉しいなって、その波動になって、その中で声をポンと上げる、お名前を呼ぶ、うん、だからこれからよろしくお願いしますって言って、なんかすごくね、内側からなんていうか嬉しくなっちゃって、なんか涙が出るような感じがあったり、なんかこう、あ、一人じゃないんだなって、なんか自分自身は本当にたくさんの存在にこう守られていて、なんかこうなんていうか工事の存在たちがこう本当にこう私をこう導こうとしてくれてるんだなっていう感じになって、すごくね、温かいというか、すごい心強いなっていう感覚になるというか、なんかそんな感じになるんですよね、うん、どの存在でも大丈夫なんで、その大天使っていう方の中でもしかしたらピンとくるっていうことが起きるかもしれないし、そのアセンテッドマスターっていう方の中でピンとくるあの方がいらっしゃるかもしれないし、あの本当にお一人お一人が今つながるっていうその存在っていうのは全然違ってくるはずだから、ぜひ自分の今の悩み、今変えたい現状っていうものを変えることに長けている方を一回探してみてください。呼ばれてるよ、名前呼んでって言われてるから、みんな、うん、その方をしっかりと特定して、自分の波動をわーありがたいなーって、本当につながってくれるんだ、嬉しいなーっていう、その宇宙の波動に一回合致させて名前を呼んでみる、そしてお願いも伝えてみてください、うん、何回でもね、あのなんかなんていうかな、声かけて大丈夫だから、私もそのなんか私はもうしょっちゅうなんかいろんな神様におーいみたいな感じで声かけたりとかしちゃいますけどやっぱり名前で呼ばれると人間も嬉しいじゃないですか、誰だって、うん、なんかね、おーいって言われたりとか、おーいお前って言われたりとかしても、誰を指してるかがわからないからあれだけど、でもじゃあ純ちゃんって言われれば、え、私、あ、はいはいはいってこうなるし、私で言ったら宇宙理論のこと聞かれたら何でも喋れるから、ちょっと宇宙理論のことに対して教えてほしいんだけどって言うと、おーいやいや全然全然みたいな、え、何何でも聞いてみたいな感じ、やっぱ自分の得意分野に対して、あのその名前で呼ばれて自分の得意分野を聞かれたら、あ、いや全然、え、何が今お困りでっていう感じになるわけですよね。それと一緒、うん、神様たち、その高次元の存在を頼られることがものすごくあの喜ぶっていう存在だから、うん、ぜひね、あの本当に難しく考えないで一回探してあげて、ぜひ探してあげてください。名前呼んでもらいたくてしょうがないから、こういう存在たちは、うん、だからなんかその探してみて、あ、この人かなって思ったら、うん、ぜひその方にちゃんと名前を呼んであげて、いつもね、あの声をかけてあげて、信頼関係築いていってください、うん、一人で頑張らないことです、うん、一人で頑張らないこと、そばにはたくさんのね、こう導いてくれてる存在たちがいて、その中でも今の悩みっていうものに特化している方を特定すると、展開がすごいおかしなことが起き始めるんで、うん、ぜひね、ちょっとそれは知っといてください、うんうん、私は健康面だったら、あの大天使のラファエルに声かけてみたり、あとは日本の神様だったらスクナビコナ
に声かけてみたりだとか、そういう感じでしたりするんですけど、うんうん、そう、まあでも結構ね、こういうお話すると、あのなんださまざまな、そのなんだ、神様に声かけすぎちゃって、その逆に神様とかその工事の存在が喧嘩しちゃうんじゃないかみたいなことを聞かれたりとかするってこともあるんですけど、あの実際にじゃあ例えばいろんな神社に行ったりとかして神様が喧嘩するんじゃないかとか、なんかそういうことをね懸念される方とかいらっしゃるじゃないですか。うん、なので私もそれはなんか神社の あの神主さんとかにも聞いてみたんですけど、それはないと断言されてました。うん、あの人間が後付けでそういう風な話をしたっていうのは確かにあるけどっていうことを言われて、ああなるほどなって、うん、だからなんかその今本当に困ってるってことがあるんだったら、あの高次元の存在に頼るってことは悪いわけじゃないからっていうことを言われたんで、ありがたいなっていう思いで、ぜひあのちょっとつながってみてください。うん、まあでももしね、このじゃあちょっとご時世がご時世なんで、あんまりこうね、あのお出かけするとかってはちょっと難しいかなとは思うんですけど、あのちょっと世の中が落ち着いてきたりだとか、あとは3密っていうところを避けながらっていうところであれば、あの例えば日本の神様によくつながってたっていう方々は、あのその方が鎮座している神社に行って、あのいつもあのなんていうかな、サポートに入ってくれてありがとねって思いで、ちょっと気持ち多めにその神社にお金を、あのお賽銭をちょっと多めに入れて帰ってくるとか、そういうことをするのもありなんじゃないのかなとはちょっと思うんですけど、うん、まあでもまずはあのちゃんとお名前を呼んであげるっていうこと、名前を呼んで、あのここにあのちゃんと自分がこう一緒にね同調しながら、あのこういうサポートよろしくお願いしますっていうことがとっても大切なんだっていうこと、ぜひねそれは皆さんも知っておいてください。うん、本当不思議なこと起こり始めますから本当おかしなことが起こり始めるからびっくりすると思いますよじゃあ、そんな感じで本日お伝えしたいことは以上となりますので、あのまた何かお伝えしたいことがあれば動画アップさせていただきます。ではまた失礼します